ポリプロピレンとは、プロピレンを重合させた、熱化素性樹脂である。ポリプロピレンは、汎用樹脂の中で、最高の耐熱性を誇り、比重が最も小さくて、水に浮かぶという特徴を有する。さらに、汎用樹脂としては、比較的、強度が高く、耐薬品性に優れ、吸湿性がないといった特徴も有している。しかし、染色することが困難であり、 さらに対光性が低いため、ファッション性の高い副祉の繊維用途には向かない。工業的に製造が可能であり、文具、紙幣、自動車部品、包装材料、繊維製品、プラスチック部品、手術の容器、実験器具、スピーカーのコーンなど幅広い用途を持っている。2011年の全世界の生産能力、生産実績、総需要は62。 零後二千トン、五十、七十六四千トン、四十九、三十六六千トンであった。一方、2012年の日本国内総需要は、二百二十九万七千五百六十二トンであった。同年の生産、輸入、輸出は、二百三十九万二百五十六トン、三十万二千百三十三トン、三十万八千二百二十九トンであった。アイソタクチックと、 シンジオタクチックポリプロピレンの立体規則性はポリプロピレンの構造と物性を理解する上で非常に重要な概念である。隣り合うメチル元の相対的配置が最終ポリマーの結晶形成に強く影響を与える。なぜなら各メチル元が空間配座を決めるからである。立体規則性の違いによりアイソタクチック シンジオタクチック、アタクチックの立体規則性の異なったポリプロピレンが合成される。アイソタクチックとは、不正炭素が同じ絶対配置を持つような構造である。具体的には、プロピレン速さのメチル元がすべて同じ方向を向いていて、かつ、プロピレンが頭からを結合している構造である。一方、シンジオタクチックとは、不正炭素の絶対配置が、 交互に並ぶ構造である。絶対配置がランダムな構造をアタクチックという。なお、アタクチックポリマーは通常結晶化しない。大部分の工業的に入手可能なポリプロピレンは結晶性のアイソタクチックポリマーを主成分とし0.5%から2%程度のアタクチックポリマーを含んでいる。アタクチックポリマーは キシレンなどの有機応媒に可用なので、この性質を用いて、市販のポリプロピンから分離することが可能である。タクティシティは、13CNMR を用いて、メチル元の新配置とトランス配置の分率を測定することにより得られる。アイソタクチックポリプロピレン、シンジオタクチックポリプロピレンは、結晶性の樹脂である。アイソタクチックポリプロピレンの結晶構造は、 3. 一らセンサを基礎とするアルファ症、ベータ症、ガンマ症、スメクチック症などの結晶構造を取ることができる。支配的な結晶構造はアルファ症であり、これはアルファ I とアルファー2に分けられる。アルファ症はラメラ構造が得意であり、親ラメラにほぼ直角方向に娘ラメラが成長したクロスハッチ構造を形成する。ベータ症は 六方症であり、ラメラ構造は、通常のアルファ症のようなクロスハッチ構造は取らない。ガンマ症は、三者症である。通常工業的に用いられる、加工条件では、発現しない。スメクチック症は、工業的には、フィルム成形での急冷によって現れる。シンジオタクチックポリプロピレンの結晶構造は、8、一羅センサを基礎とする斜方症である。 ポリプロピレンは、小物マートの強重合の形態において3種に分類される。すなわち、ホモポリマー、ランダムコポリマー、ブロックコポリマーである。ホモポリマーホモポリマーは、プロピレンだけによる単独の重合体である。プロピレンと連載導材としての水素のみを用いて重合する。上述の立体規則性のほか、分子の一時構造の違いは、 末端のメチル元の挿入による違いにより、N ブチル元あるいは I プロピル元になる。メタロ線触媒により得られるポリマーでは、2、1挿入や1、3挿入により見かけ上エチレンが強重合された構造となる。アイソタクチックポリプロピレンの DSC によって測定される融点は約摂氏165度である。一方で、平行融点は、 摂氏187.5度とされる。なお、有点は、タクティシティが高いほど、つまり、ポリマーの分子構造が、立体的に規則的であるほど上昇する。ランダムコポリマー、ランダムコポリマーは、エチレンを、通常は4.50両以下の割合で、強重合体中に含有する。エチレンに加えて、部点マイナス1も、強重合した三元とも重合体も、 工業的に合成可能である。また、プロピレンと部点マイナス1の二元とも重合体も工業的に合成可能である。ランダムとは、統計的にランダムであるということを必ずしも、意味しない。エチレンのポリプロピレン主査中の分布は、共重合反応をさせる際に用いる、触媒の種類によって異なる。必ずしも全ての分子量分割において、 エチレンの分率が等しいというわけではなく、低分子量差と高分子量差では、エチレンの含有率が異なっている。すなわち、エチレン含有量に分布が存在する。メタロ線触媒を用いて得られるポリマーは、固体触媒を用いた場合より強重合素性分布が、狭く、均一である。ランダムコポリマーは、ホモポリマーより結晶性が低く、比較的透明で、 人生に優れ柔軟なポリマーである。ただランダムコポリマーの透明性は、ポリスチレンやアクリル樹脂などの飛翔性ポリマーほどでは、ない。小物マーの含有率が多いほど有点が低くなる。ブロックコポリマーブロックコポリマーは、インパクトコポリマー、一層とも重合体とも呼ばれる。これは、ホモポリマーの重合に続き、 後続の反応層でエチレンが強重合されたエチレンマイナスプロピレン重合体を含有する素生物を意味する。ブロックコポリマーはホモポリマーの海の中にエチレンマイナスプロピレン重合体の島が点在した構造をしている。この海島構造はエチレンマイナスプロピレン重合体のエチレン分率分子量およびホモポリマーの分子量により制御可能である。 ポリプロピレンにおけるブロックの語は特に断りのない限り通常のブロックコポリマーを意味しない。すなわち、ホモポリプロピレン連鎖とエチレンマイナスプロピレントモ1合体連鎖が科学的に結合されていることを意味しない。エチレンマイナスプロピレントモ1合体の含有率を40から50重量パーセントあるいはそれ以上に高くしたブロックコポリマーを リアクターメイド TPO あるいはリアクター TPO または単に TPO と呼ぶことがある。ブロックコポリマーはホモポリマーより対衝撃性に優れる一方でホモポリマーと比べて透明性に劣る。ポリプロピレンの単独重合体と強重合体いずれもその平均分子量は連載動剤として作用する水素の濃度によって制御される。ただし 同じ水素濃度であっても反応に使用した触媒によって水素の応答が異なるため同じ分子量を与えるとは限らない。ポリプロピレンの平均分子量は MFR や粘土を指標に知ることができる。MFRMFR がポリプロピレンの平均分子量の指標として用いられる。MFR が高いほど平均分子量が小さい。また、MFR は 溶融した原材料が成形時にどの程度よく流れるかを表すのにも役立つ。MFR の高いポリプロピレンは金型への充填が容易なため射出成形に適している一方で対衝撃性などの物性が低下する欠点が出てくる。逆に MFR の低いポリプロピレンは押し出し機の台から出た溶融樹脂が垂れにくいため押し出し成形に適している。 固有粘土ポリプロピレンの平均分子量のより基本的な指標は固有粘土でありポリプロピレンの粘土は通常はデカリンまたはテトラリン溶媒中で測定されるポリプロピレンにとっては分子量分布も重要な指標であるポリプロピレンの分子量分布は GPC を用いて測定される分子量分布が広いと射出性形品の合成は 分子差の廃校により向上するが、ソリは増大する傾向にある。分子量分布を制御する方法は、種として3つの手法がある。一つ目は、2つ以上の重合層または、重合領域を用い、異なった重合条件を適用することにより分量分布を広げる方法。二つ目は、広いまたは、 狭い分子量分布を与える特性を持った触媒を用いて重合する方法。三つ目は有機化酸化物を用いてポリプロピレンの分子切断を行うことによって分子量分布を狭くする方法である。いずれの手法も工業的に広く用いられている。ポリプロピレンは酸、アルカリ、沸騰した水、鉱物油など 多くの薬品に対して侵されないという優れた対薬品性を有している。酸化劣化重合されたままの何も添加されていないポリプロピレンは空気中の酸素により酸化されやすい。ポリプロピレンの酸球炭素上に発生しやすいラジカルはさらに酸素と反応してヒドロペルオキシドを生成し連鎖的に劣化反応が起こる。温度が上昇すると さらに酸化が起こりやすくなるため、ポリプロピレンを高温にさらす必要のある成形時に、この酸化劣化が特に問題となる。よって、酸化劣化を防ぐために、ポリプロピレンには一般に抗酸化剤が添加される。すなわち、ヒンダードフェノール、ヒンダードアミン、フォスファイト、塩化合物を添加することで、ポリプロピレンを成形の加熱には十分に耐えられる程度に安定化できる。 紫外線による劣化屋外の使用においては太陽光に含まれる紫外線照射による分子差の切断による劣化が避けられないこのような用途には UV 吸収剤が必ず添加されるカーボンブラックのような黒色顔料も UV 吸収剤として作用する自動車用バンパー機材などではすでに広く用いられているしかしいずれも 完全に紫外線による劣化を防げるわけではなく、ポリプロピレンは紫外線に当たり続けると他の樹脂プラスチックと同様いずれ劣化する。ポリプロピレンは表面自由エネルギーが低いため接着性、印刷性に劣る。印刷する場合には表面処理などを行った後印刷を行う。ポリプロピレンは基本的に絶縁性のポリマーである。 油電率は2.2から2.6である。結晶部と飛晶部の屈折率の違いにより、ポリプロピレーンは半透明になる。ソルビトール系の透明化作り角材の添加により玉小サイズを小さくし、透明度を上げることが可能である。また、二軸延伸により透明化することができる。1950年代の初期に、カール・チーグラーは、チークル4と、 オールル3の混合物を形成するが、エチュレンの重合反応の際に最適な触媒となることを発見した。しかし、このような触媒はアタクチック生成物が多かったため、プロピレンの重合反応の触媒としては使用できなかった。1954年にジュリオナッタとカールレーンは、チークル3とオールル 2CL の混合物が、 高活性なアイソタクチックポリプロピレンを与えることを発見した。そして1957年にイタリアのモンテカチーニ社がポリプロピレンの商業生産を開始した。ジュリオナッタの触媒の活性は触媒 1g あたりポリプロピレン 4kg であった。しかし、この触媒を用いた場合、製品に含まれている触媒の残差が 不食性を持っているという問題があるため、触媒の残差を除去するために、洗浄処理が必要であった。また、アイソタクチックインデックスは92、92%であり、アタクチックポリプロピレンの除去が必要であった。1971年に、ソルベー社は、高フッテンエーテルの存在化で粉砕した、チークル酸の混合物からなる新触媒を開発した。エーテルは、 ルイス塩基として作用し、チークル3の好ましくない活性点を不活性化した。除触媒として、デークを用いると、触媒の活性は1 6グラム g となり、アイソタクチックインデックスは約96%となった。アタクチック成分の除去の問題を解決した。1975年には、チークル3とほぼと同等の結晶構造を持つ単体である。 MGCL に単次チークルイオンを基礎とする新触媒が開発された。この触媒は、類ス塩基としてニエチルヘキシル安息鉱酸を添加して活性化された。325kgG の高活性であり、残触媒の除去を不要にした。しかし一方で、アイソタクチックインデックス約92%だった。 ために、アタクチック成分の除去が再び必要となった。1981年になって、安息抗酸エステルに代わりフタル酸エステルを添加した触媒が開発された。この触媒を用いると、アイソタクチックインデックスが97%に上がり、触媒の活性も 600kgG から 1300kgG に達するほど高活性であった。ポリプロピレンは、 プロピレンのアリ類に結合している水素が高い反応性を示すためラジカル重合によって高重合度の重合体を合成することはできないラジカル重合によって得られるポリプロピレンは重合度が低いアタクチックなポリプロピレンになってしまうチーグラーなった触媒は固体触媒表面でプロピレンモノマーの挿入を規制するアイソタクチックな活性点を有する 現在、最も広く用いられているチーグラーナッタ触媒は、ルイス塩基として、フタル酸エステルを用いた、m g c l に単次チークル4を基礎とするものである。第二のルイス塩基として、アルコキシシュラン化合物を添加し、アルキルアルミニウム化合物の存在化でプロピレンを、重合する。なお、チーグラーナッタ触媒は、複数種の活性点を有するためマルチサイト触媒と、 呼ばれるメタロセン触媒は、ジルコニウム、ハフニウムなどの繊維金属に配位したメタロセンと、マオから構成される。配位子の分子構造により、アイソタクチック、シンジオタクチック、アタクチックにポリプロピレンを与える。マオに代わり、ボレーと化合物や、モンモリイロナイトなどの鉱物も使用される。メタロセン触媒は、 単一種の活性点を有するため、シングルサイト触媒と呼ばれる。ポリプロピレン製造プラントの規模は、年産4万トンから55万トン程度である。近年の新設プラントにおいては、年産20万トンから30万トン以上の規模が、一般的である。ポリプロピレンの合成原料には、純度99.50%以上の、 ポリマーグレードのプロピレンが用いられる。なお、水分、酸素、一酸化炭素、硫黄化合物は、触媒毒となるので、一定量以上含有してはならない。圧力15から60バー、温度60摂氏100度で、重合反応を行うことが、一般的である。最適な圧力と温度は、製造プロセス、製造銘柄に依存する。 ポリプロピレンの重合反応は発熱反応であるので、熱交換器、冷却ジャケット、モノマーフィードなどを用いて除熱される。未反応のプロピレンは分離、除去され、境内でリサイクルされる。分離されたポリプロピレン粉体は、触媒の失活工程、乾燥工程を経て、安定剤などの添加剤が添加された後に、押し出し器でペレットにされる。 以下のポリプロピレンの製造プロセス技術がライセンスされている。これらはバルク、基礎、またはそれらの組み合わせであり、プロピレン以外の溶媒を必要としないプロセスである。全世界で稼働中のほとんどのプラントは以上のいずれかのプロセスでポリプロピレンを生産している。いずれのプロセスも無脱回プロセスである。一方で脱回を必要とする古いプロセスが、 現役で稼働している例も見られる。既存のポリマーや充填材をブレンドすることで、開出された新しい素生物を得る。実験用ポリプロピレン製品透明ポリプロピレン製のコンテナポリプロピレン製、CD ケースポリプロピレン製のカビンポリプロピレンは、建築、建設資材や家庭用品として容器、おもちゃ、スポーツ用品、電気器具、カーペット、 包装材料、繊維、文具、プラスチック部品、実験器具、スピーカーのコーン、自動車部品、紙幣など、様々な用途に用いられる。素材形態としては吸水性がない上に、染色性も悪く、光にも、やや不安定であるために、医療繊維として用いられることは少なかった。ただ、ウィッキング性に優れているため、 汗などを早く蒸発させる、速乾性素材として使用されるようになってきた。例えば、以下のような用途に用いられる。椅子注射器のシリンジポリプロピレンは、熱可塑性が高く、成形も容易なため家電製品、自動車、電子製品、家庭用品など、広く用いられている。250マイクロメートルより厚いものをシート、薄いものをフィルムと呼ぶ。 イスラエル紙幣日本国は、食費見栄製法により、有毒な、もしくは有害な物質が含まれ、もしくは付着して、人の健康を損なう恐れがある器具もしくは、容器包装または食品もしくは添加物に接触して、これらに、有害な影響を与えることにより人の健康を損なう恐れがある器具もしくは容器包装は、これを販売し、販売のように供するために製造し、 もしくは輸入し、または営業上使用してはならないと定めている。この法律をもとに、食品包装用プラスチックの安全性を確保するための具体的な規格として、食品添加物等の規格基準が定められている。ポリオレフィン等衛生協議会は、自主規制を設け、これに適合したポリオレフィン樹脂に対して、登録番号を付与し、薄人証明書を発行している。 日本国外で使用される場合も、それぞれの国の法規制に合致する必要がある。ただ、一般に、アメリカ食品医薬品局の基準が要求されることが、多い。日本においては、何年化されていないほとんどのポリプロピレン樹脂は、消防法において、指定可燃物に該当する。貯蔵及び取り扱いには、市町村の条例の定める、技術上の基準に従う必要がある。 日本の税関の区分によるプロピレンの強重合体は、コモノマーの合算重量が5%を超えるものと定義されている。よって、前述のランダムコポリマーの多くは、税関上は、ホモポリマーとして扱われる。一方、ブロックコポリマーの多くは、プロピレンの強重合体に分類される。なお、日本の関税率表の番号は、ポリプロピレン。 プロピレンの強重合体に対して、各々3902.10から010、3902.30から010、である。解出されていない、通常のポリプロピレンは、添加剤を除くと炭化水素からなっており、ポリマーサ中に塩素を含んでいない。純粋なポリプロピレンは、炭化水素そのものなので、完全燃焼すると水と二酸化炭素になる。 その上、ポリプロピレンは、熱化素性にも優れることから、リサイクルの比較的多いな合成樹脂である。なお、ポリプロピレンのペレットは、流出により海洋漂着、漂流物となり環境汚染の原因となるので、例えば、樹脂ペレット流出防止マニュアルに従った対応が必要である。捨てられたポリプロピレンを分解することなく、ポリマーのままで、 新たなポリプロピレンの製品を作ることが、ポリプロピレンのマテリアルリサイクルである。この意味で、ある場所で不要になったポリプロピレン製品を、それを必要とする場所で使用するリユースも考慮される。それが不可能な場合は、裁断するなどして、ポリプロピレンのフレークやペレットにし、それを原料に、新たなポリプロピレン製品の製造に用いられる。2018年に、 ポリプロピレンは306万トンがハイプラスチックとして排出され43万トンがマテリアルリサイクルされた。ポリプロピレンは適切な条件で熱分解することによりある程度の収率でモノマーを得ることで一部を10号前の原料として用いるケミカルリサイクルが可能である。ただし全量をモノマーに戻せるわけではない。この ポリプロピレンの廃棄物の塩素含有率が0.5%以下であれば製鉄所の航路用の還元剤としてケミカルリサイクルすることもできる。ポリプロピレン廃棄物は熱エネルギー源としてサーマルリサイクルすることも可能である。要するにポリプロピレンの廃棄物を燃料として利用し水と二酸化炭素に分解する手法である。なお、ポリプロピレンの燃焼熱は 44.0である。カーボンフットプリントによる、ポリプロピレン 1kg あたりの温室効果ガス、排出量は 1.68kgCO2E である。ポリプロピレンの樹脂識別コードアメリカガス収国プラスチック工業、協会のコードは5番である。経済産業省は、リサイクル識別表示マークとして、プラマークのもとに、PP と表示することを推奨している。 ポリプロピレンは立体規則性や素性の違いにより異なった CAS 登録番号が与えられている。CAS 登録番号と既存化学物質の漢方を、工事整理番号の関係は以下の通りである。対薬品性に優れている点を活かしている。特に実験器具ではこの性質が遺憾なく発揮される。強度がある上に比重が軽いことを活かしている。 スピーカーのコーンは、なるべく軽い方が、音の放射に有利である。しかし、強度が低いと壊れてしまう。エチレンを重合させることで、ポリエチレンが合成される。世界の石油化学製品の今後の受給動向、石油化学工業会、統計資料、ポリマーパイオニアーズ P76 イノービン p p エクソンモービルのプロセス住友化学の、 基礎プロセスハットユニーポール PP ハットホリゾネ PP ハットボアスター PP ハットハイポールハットスフェリパルハットスフェリゾンハットノバリン厚生省国示375コードオブフェデラルレギュレーションズタイトル21セック 177.152E0 オレフィンポリマーズ危険物の規制に関する精霊 e ガブ法令検索関税定律法 e ガブ 法令検索別表第39類中4輸入統計品目標実行関税率表税関2020年1月15日閲覧日本プラスチック工業連盟樹脂ペレット流出防止マニュアル1993年2月一般社団法人プラスチック循環利用協会2018年プラスチック製品の生産廃棄再資源化 処理処分の状況2019年12月、コークスロ化学原料化、ポリオレフィンフィルムのリサイクル事例、一般社団法人プラスチック循環利用協会、プラスチック製容器包装の処理に関する、エコ効率分析2006年9月、CO2 換算量共通、厳単にデータベースハットウェイストオンラインアーカイブド2010年7月22日、 アット・ザ・ウェイ・バック・マシン経済産業省三 R 政策、コモン・ケミストリー科学物質総合情報提供システムありがとうございます